どうも皆さんこんこ今回はですね、えー、邪ひはですね、タウンホール8で卒業した方がいいということについて喋っていきたいと思います。タウンホール8でなぜやめた方がいいかというと、いや、相手をタウンホール8なときですね、だから自分もまあ、同格の相手を倒す際は、他のものを使った方がいいということなんですけれども、タウンホール8で邪ひをする場合、タウンホール8ですと、こちらのですね、 ホーミング対空地雷であったりこちらの対空爆弾が4つ置けるようになるんですねホーミング対空地雷の場合は2つそうするとですねヒーラーがホーミング対空地雷にやられた時に一瞬でもう死んでしまうんですよそれは本当に嫌なのでさらにですね、まあ、対空砲が3つあるということで、まあ、防衛面でのタウンホール8が強化できるということと、まあ、そうですねやはり一番大きいのはその対空爆弾が多いということですね で、タウンホール8で、まあ、タウンホール7までそのジャイヒーでやってきた人が、タウンホール8でどうすればいい、どういう戦い方をすればいいのかっていうと、一番おすすめしたいのは、えー、んジャイ、ジャイウィズ、ジャイウィザーですね、ジャイウィズ。ジャイウィズっていうのは、ジャイアントをおとりにして、えー、ウィザードを後ろから、後ろからどんどん順々焼いていくというのがジャイウィズです。ジャイウィズなんで強いかっていうと、まず対空砲の、 まあ影響を受けない、まあ、ヒーラーがいないということであのまあすごいなんて言うんでしょうねあのウィザードのウィザードのおかげでその攻撃力がすごいアップしているのでもうアーチャータワーとか一瞬で本当五5体ぐらいいればウィザードまあ二3体まあ三4体いれば一瞬で焼き尽くしてしまうんですよそしてまあ何より強いのがやはり黒字合い クロージャーの1個前のジャイアントレベル5でも,もう耐久力が十分にあるのでこうしたウィザードの塔であったり隠しテスラ大砲であったりそういうのも結構長い時間受けてられるのでその間に、えー、ウィザードでやれるということですえっとですねまあヒーラーは本当にね対空砲に弱いので弱いというかその対空対空爆弾がもうね非常に 相手も2個設置そして対空爆弾が4個ホーミングが2個ということでもうほんと防衛面が強くなってしまっているのでダンホール8からは本当、えー、ジャイウィズをねおすすめしますということでした、えー、ご視聴ありがとうございました